にしても寒いですね。もう4月になるってんのに、全然寒いのはなんでや。まあそういう時もあるよね。なんやろ、は、あ、冷たくなりますよな。ってなわけで、本日登場するパンサーは、中国、ギア級、重戦車、ダブルジェット120。それでは基本スペックをば。まず攻撃面だが、単発火力は、通常弾 AP で400ダメージ、課金弾ヒートで340ダメージ、榴弾 HE で500ダメージ。平均貫徹力は、通常弾 AP で220ミリ、課金弾ヒートで280ミリ、榴弾 HE で68ミリだぞ。皆さんご存知の通り、重火 MG は単発が売りやから、格上の勝ち越しが相手だと一苦労する場面も。まあ、単発が取り柄でも、400ダメージやからな、特別高いわけでもないんやがな。BPM は2503ダメージ、精度は 0.364、照準時間は 2.6 秒となっているぞ。重火なのもあるが、よく絞って当てる必要があるな。不覚は5度、強覚は15度。どっかの時代では不覚3度の時があったらしいがな、5度ならまだ他にも仲間がいるし、そこまで気にすることはないと思う。お次に防御面だけど、砲塔装甲は、前面220ミリ、側面160ミリ、背面65ミリで、車体装甲は、前面104ミリ、側面83ミリ、背面47ミリだよ。砲塔はお椀型で、いい硬さをしているのだけれど、側面や車体は MG らしく薄いので要注意。まああと、中華なのもあって、弾薬庫なども注意必然だね。隠蔽率は、静止中が36、起動中29、そして射撃時は 8% だよ。最後に機動面だけど、最高速度は、前進56キロ、後退20キロでいい感じ。この手の MG はもっさり気味だけど、MG の業務をこなすのには支障はないね。旋回性能も、多分速度と釣り合っていて、特段使いづらいとかはないんじゃないかな。乗ったことないから知らんけど。解説オツです。トマトマト戦況はと言いますと、点数は0対0で動きなし、敵味方ともに町側に寄っている感じで、とりあえずは要戦からペチペチしているところ。まあちょっと様子見だな。誰か撃てる敵いないかな。ダメでした。何を気迷ったのか、前線を張っていた味方 AS 龍が撃破。これちょっと動きがないですね。やっぱさ、MT っつうのは、動いてなんぼだからな、動きたくてたまらんのはあるんだよね、実際。別に戦況が変わり映えしないから話すことなくて辛いのを我慢してるだけやろ。あ、不覚が。不覚が足りずにもそもそしてんのもだるいよな。もっと不覚があれば撃てたのに、っていう場面結構あるからね。まあでもあれやな、あえて不覚がない車両を乗り回すことで、地形に強くなれるかもしれんな。そううまくいけばいいけどね。お、じゃあこの T29 はおさらばじゃな。え、こいつ T30 だよ。あ、そうなん。まあヤプだから知らん。いつの間にか戦況が結構動いてんな。枚数はイーブンってところか。あ、コンカラーだ、かわいい。って、なんでコンカラーに撃つの？かわいいのになんで？僕ちゃん泣いちゃうよ。敵だからねー。あーん、勝手に泣いとけよザコムシ。うるせえうるせえ。マップ見たらこいつ孤立してるっぽいね。あ、ケツうまそう。さっさと倒して町側の味方の援護に行こうぜ。あ、やっぱこっち撃てそう。やる気あんのか？これお前のリプレイやぞ。え、熟成しすぎて誰のリプなんかわからんくなってきた。はいはい、ちゃんとタングステン焚いてよ。ダメ稼ごうねー。うわ一定なおい、人に向かって弾を撃つとか正気じゃないよ。じゃあお前も正気じゃないじゃん。それ言ったらおしまいなんだよ。懐かしい会話やめろ。まあ枚数的にもポイント的にも多分大丈夫だとは思うけど、そもそもこのリプ採用してる時点で勝ち確定だもんな。ん？え？どういうこと？いや、徒歩圏でもわかるやろ。徒歩圏か。いや、それはわかるやろ。か。まあまあ、いや、無理があるって、いつまで演技してんねん。え、ちょ、なんかやばい人いるんだけど。あ、今のは何だったんや。はい、じゃあ、GG エンドってことで。え、誰？結果は4605ダメージ、2両撃破で M バッジでした。割かし戦況に触れていたいい実況だったと思います。いやお前の実況の感想なんか知らんて、車両解説しろや。俺こいつ知らんし始めてみたし。いいからはよ。ごっこん、頭固いです。みんなも開発しよう。